アウストラロベナトルは白秋前期に現在のオーストラリアに生息していたアロサウルス上下あるいはティラノサウルス上下の獣脚類恐竜の属の一つである。首から後の骨格の実が発見されており2009年にスコットホクトナルラによって記載命名された。現在発見されている部分生態復元図アウストラロベナトルは ホロタイプの部分骨格イユディル6 0 4に基づいて命名されていて、この標本には、左の歯骨、歯、ね、歯、前肢及び、甲歯、部分的な右の腸骨、肋骨、腹肋骨が含まれている。2009年に古生物学者、スコット・ホックナルラ・クイーンズランド博物館のメンバーにより記載された。タイプ種エウィンテネンシスは、クイーンズランド州。 ウィントン近郊で発見されたことにちなんで命名された。学名のアウストラロは南、南部を意味し、ベナトルはカリウドを意味する。本種の分類は定まっていない。系統解析の結果、当初、アウストラロベナトルは、フクイラプトルやカルカロドントサウルスカと近縁で、アロサウルス上下のカルノサウルス類に分類された。最初の解析では、カルカロドントサウルスカと 姉妹群であると示された。より詳細な研究の結果、ネオベナトルカなどのいくつかの他のカルカロドントサウルス化と似たアロサウルス類とクレードを作ることが示された。だが、近年の研究ではアウストラロベナトルがフクイラプトルとともにメガラプトル類へと分類が移されることもある。このグループ自体も住脚類内で位置づけが定まっていないが、しばしばティラノサウルス類に組み込まれている。 根拠の一つには、メガラプトルの容体が基盤的なティラノサウルス類に酷似していることが挙げられている。このように本種やメガラプトル類の分類は今もなお混迷を極めている。時には基盤的なコエルロサウルス類と類縁関係を持つとされる。だが、基盤的なコエルロサウルス類の何種かは、後にティラノサウルス類と再分類とされることもある。 2014年に改めてティラノサウルス類との類縁が指摘されるも2016年には新種の恐竜グワリコの情報も踏まえて再度アロサウルス化もしくは基盤的なテタヌラシタメとされた。だがこちらもグワリコの分類が錯綜している。こうした複雑な状況はフクイラプトルでも同じである。アウストラロベナトルとフクイラプトルの虚骨はかつてアロサウルス SP。 と同定された NMVP1570 として知られるオーストラリアで見つかった虚骨とよく似ており、この骨はアウストラロベナトルもしくは禁煙種のものである可能性があるとされる。あるいはアベリサウルス類のものである可能性もある。命名以降に何度か追加標本が見つかっている。2012年にはホロタイプの追加の腕部要素が記載された。 2020年には2つの中足骨や2つの椎骨を含む新たな標本が発見された。メガラプトルヘッドリコンストラクションベースドオンザ・ジュブナイルスカル様体の情報に基づく近縁種の復元メガラプトル類は基本的に細長い頭部を持っていたとされる。尾光も横に細長い楕円形だった。歯は福井ラプトルのもので完全なものが見つかっており、大きさは 約3センチメートルで肉を切り裂くのに適した薄いナイフ状だった。全状が骨派は断面が D の字をしていたと考えられている。本種が属するとされるメガラプトル類は大型の肉食性獣脚類には珍しくも全種を発達させている。これは頭部を大きく進化させたティラノサウルスやギガノトサウルスと対照的である。メガラプトルやフクイラプトルは 鋭い抹節骨を理由に、ドロマエオサウルス類として分類されたこともあった。代表格のメガラプトルでは、爪の断面が薄い波状になっており、これは、ドロマエオサウルス類のシックルクロウと同じ形質である。シックルクロウの大きさは25センチメートルから30センチメートルあり、生存時はこの上に角質が乗ったため、さらに長大で鋭利になっていた。こうした爪を有効活用するため、 メガラプトル類の前腕の可動域は他の獣脚類よりも広くなっている。その可動域は禁煙と目されるティラノサウルス類やカルカロドントサウルス類よりむしろ鳥類に禁煙なドロマイオサウルスに近い。アウストラロベナトルは中型の捕食性獣脚類である。ホックナル氏によれば体高2メートル、体長6メートル、体重約500キログラムから1トンと推定された。 二足歩行の軽量な捕食者であり、当時のチーターのような肉食動物と推測している。別の計測では全長が7メートルとされている。本種は鋭い歯が並んだ顎と、鋭利な鍵爪を持ち、時には竜脚類のディアマンティナサウルスのような大型動物を獲物にしていた可能性がある。古環境の甲に挙げられた多数の脊椎動物もその一部ないし、多くが 本種の餌食になっていたかもしれない。現状、アウストラロベガトルは一体の頂点捕食者と考えられている。だが、さらに巨大で断片的なメガラプトラの化石も同層から見つかっているため、その第二種が本種よりも上位に位置していた可能性もある。どちらにせよ、メガラプトルは当時のオーストラリアにおいて生態系の上位に君臨していた。 アウストラロベナトルが生息していたオーストラリア南部は当時南極大陸と地続きになっていた。この一帯は極限に位置する割に対して非常に暖かく全域の平均気温は0度12度あった。年間の平均降水量は750から1150ミリと多量。乾燥していたのはクイーンズランド等の一部地域に止まっていた。一時期のオーストラリアには 浅い内海が広がっていた。内海は約1億1700万年前に最も面積を広げている。そこには主張竜のクロノサウルスや魚竜のプラティプテリギウスが泳ぎ回っていたが、今から約9900万年前に内海は消失した。このような環境は近い時代、地域のダイナソ工部と異なっている。植生は南洋す胃腸、薪、苔、シダ。 ソテツが支配的でジュラキの植生に近い。ディアマンティナサウルスを食べるアウストラロベナトルの生態復元図エイウディル604はウィントンの北6 0トルにあるエルダーズリーステーションで発見された。この場所はウィントン層の上部で年代はアルブキの最後期にあたる。エイウデル604はサガンの層の中にあり、三日月湖あるいはビラボンの堆積物であると、 考えられている。この場所では、竜脚類のディアマンティナサウルスのタイプ標本や2枚、貝、魚類、カメワニ、植物の化石も発見されている。とりわけディアマンティナサウルスは、アウストラロベナトルと、全く同地点から発掘された。ウィントン層の動物賞には2枚貝、巻貝、昆虫、廃魚のメタケラトドゥス、カメワニメのイシスフォルディア、 翼竜、ディアマンティナサウルスやウィントノティタンといった竜脚類や未命名の極竜類、ヒプシロホドンカなどの恐竜が含まれている。植物ではシダ類、イチョウ類、ラシ植物、ヒシ植物が発見されている。ラーク採石場の足ア跡ア化石の研究からは他にも大型植物食恐竜のムッタブラサウルスや複数の小型恐竜が生息していたと推測されている。 ありがとうございます。